中年なう浅川でですすくだらないもの攻防の巧みです今回はねこの文章のね最後の句読点の「丸に威圧感を、えー、覚えるということで「うん、あなたは LINE のやり取りで、えー、丸を使いますかと?えー」と、うん、意識せずにつけた「丸が怒りの意思表示と受け取られているかもしれませんということで<う>中高年がびっくりするような若者の感覚ということでこれ。 確かにさ、俺ツイッターも LINE も丸つけないかなっていう気もしなくもな、うん、つけたりつけなかったりって感じかな、うん、俺はね、極力つけるようにしてますね。<laughs> それがだから若者からすると、ちょっとこの人怒ってんじゃないって思われてるってことか。<laughs> うるせえってなりますよ堅苦しいさはやっぱあるのかな丸をつけてると、うん。俺だから逆にね、つけたりつけなかったりの、 揃ってない方がイラッとします、ね。俺は、あの、その、文章が連続してるんだったら丸はつけるけど、例えば一行とかだったら丸つけないで送っちゃうことはあるかなだ LINE なんか丸つけないこと多いよね。まあ、そうですね。LINE はつけないですね、さすがに。ねえ、俺、くんともディスコードでやりとりしてるけど、丸、一行とかだと丸はつけないよね。うん。 ああ、でもね、俺今ちょっとディスコード自分のやつをこう見直してみたんですけど、うん、結構ちゃんと丸つけてますね。 それは何その会社っていうか仕事とのやりとりとかっていう感じあの、なんかこういうのありますよっていう告知だとか。ああ<ー>。その、LINE 感覚でやってる時はあんまり丸つけないんですけど。相手によると思うんだけれど、確かに友達とかは丸つけないこと多いけれど、うん、えっと、例えばその会社のお得意さんとかその上司やら、その、仕事のやりとりは丸はつけるかなやっぱり。うん、それはつけてるかな なんかね、丸つけてないとすげえフラットな感じするもんね。そうですね。だから、おはようとかっていうやつにはわざわざ丸つけたりしないっていう感じっていうことかな。ああまあ、その辺はね。うん。なんならびっくりマークみたいなのもありますし。まあまあね。なんだろう、そういうびっくりマークとか、絵文字の文化だと思うんで、ここの。はいはいはい。若い世代って。 で絵文字とかだと感情がわかるんだけど、うん、文章から感情を読み取るがでできないんでしょうねあこれだからねあの後に出てくるんだけれど、えー、笑いがついてたら怒ってないということ爆笑がついてたら冗談絵文字も、えー、笑いがついてなかったら少し怒ってるってだからこの笑いがついてないって っていう文章自体がもうちょっとおっかなく感じてるっていう可能性はあるんかもしんない。なんか真面目に捉えられちゃうっていうのかな。なんか、この辺難しいよね。俺は逆に、あの、カッコ笑いとか、うん、W はいっぱいついてるとかっていう文章の方がイラッとしたんですよね。あの、使いすぎは逆効果なんだよね。うん。話の流れで使う分にはいいと思うんですよ。うん、その、これ面白かったねっていうやつで使っていく分にはいいんですけど、うん なんか、全然関係ないのにそこについて。 ただただつける人いるじゃないですか。それもあるよね。うん。ってなると、お前何笑ってんねんって <laughs>、ちょっと思いますけどね。あとは、最近はあんま見かけなくなったけど、あの、W をいっぱい、まあ、いわゆる草ってやつ、WWW っていう。うんうん、あれなんかはさ、これ、ちょっとまあ、話それちゃうんだけど、あの、YouTube とかだと、うん、あのコメントってあの、フィルタリングされて、あ,あ、ダメですよね。そう、保留の方入っちゃうんだよね。うん,うん。でよくカーベル君がさ、それやってるからさ、あの、カーベル君のコメント、 つけると見れなくなっちゃうよっていうふうには <laughs> ってことあるんだけれど <laughs> うん、うん、あれももうもはやあれなのかなインターネット老人会の文化になりつつあるのかなああまあそれはあるかもしれないですね若者って草生やさないよねどうなんだろういやつけても1個じゃねえの W とかあとはだから、ね、そうか絵文字かあの笑ってる絵文字のあ,、ね、あれをつけるのか絵文字の方が多いしう,んう,ん、うん、うちら世代だと「あのかっこ爆笑」とか書くじゃない <laughs> あれを見るたびに痛々しいと思っちゃうんですよ。爆とかね。そう,そうそうそう。そ <laughs> うもうそれはさすがに古いぞって。うん。で、語尾に、その、かっこ笑いとかも全部書く人いるじゃないですか。はい,はい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 。あれは多分その自分の感情を全部出さないと気がつまないというか、なんか分かってほしいがすごい、 前に来てるる感じすすんですよその文章のだからニュアンスを正確に伝えたいというか、これは例えばうんと怒ってるわけじゃないですよっていうのを出したいから笑いとかっていうことだよね。軽く、これ真面目に受け取らないだよねみたいなっていうことだよねうん、うん。まあ この辺がだからすげえギャップがあるっていうことで、このね、えー、SNS の利用に詳しい IT ジャーナリストの方によると、えー、ガラケー世代で相手がいつ読むかわからないメールの文化を引きずっている、えー、大人は、挨拶から入り、要件を伝えて結びの言葉と文章が長いと。当然そこには、えー、苦闘点が多く入ると。うんうん、で、えー、リアルタイムでのやりとりが当たり前の若い世代は、まあ、それをだから使いませんと。 一回一回のラリーになるわけだよね。おはよう、おはよう、みたいない。なるほどね。っていう。で、えー、だからたまに目にするラインでの苦闘点にかしこまってるという印象や威圧感や怒りの感情を読み取ってしまうんだと思いますと。メール文化だとひとまとめにして書くから、苦闘点必ず必要になってくるわな、文章の構成上。まあそうですね。だ文章が長いんでしょうね、その。そう。 苦闘点を使う側はだからさっき俺が言ったようにツイッターとかで長文書くときは絶対句読点入れるけど短文の時は句読点入れないっていうのはそこなんだよね。うん それはわかりますね。あの、メールの文化も俺も嫌いなんですけど、はいはい、あの、要件だけじゃダメなのかと。はい,はい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 。なんか、お世話になりますだらなんだら、最初の挨拶があって、<laughs> で、要件があって、で、最後にあの、以上よろしくお願いしますみたいな挨拶があって、っていうのをいちいちやるじゃないですか。そうね。あれも必要ないなって、もう報告書みたいに出してくれればいいのに、要件、何々について、で、これこれどうですっていうやつだけ言ってくれればいいんだけどなっていう。うん 若い世代はほんど,どうなんだろうな若い世代は要件があってそうなんか今のだから匠くんの感じは多分若者からするとちょっと怖いって思っちゃうかもしれないよね <laughs> なるほどねで要件は何って言われるとあそうそう,そうええってもう,もうちょっとラリーを温めてから要件喋りたいんだけどなっていうのもあるかもしれないけれどね <laughs>、うん、俺仕事とかあの 情報を伝えるっていうものに関してはもうなるべく完結がいいんですよね。俺は匠くんともカーベルくんともほぼほぼ要件でしか喋らないから。うん、まあ、こういうふうにほら、実際にね、収録とかだと世間話とかするけれど、うんうん、いちいちさ、あの、ディスコードとかで今日こんなニュースあったよね、みたいなのいってしないじゃん。<laughs> やんないですね。 LINE にせよ、ディスコードにせよ、俺、本当に文章っていうか、そのなんか、ラリー続かないですね。あの、余計な方向に話が逸れたなって思った瞬間に、ああ、もういいや、お疲れ <laughs> って感じになっちゃうんで。<laughs> まあね、その辺がだからね、いろいろこう、今の若者とかとちょっと、ね、うん、こう、うちらと違うんかなっていう。ただ、俺らからすると、別に、 点がついいててても怒ってるとは感じないよねわわざ,わざ、ね、うん、そういうもんだなっていうぐらいですよねなんだったら、ちょっとこの人、真面目なんだろうなっていうね、その文章をあのきっちり書く人なんだなっていうふうには思っちゃうけれど。うんうん この SNS のやり取りで受け取る側にも思わぬ感情を伝える句読点ということで、まあ、これね、えー、なんかね、NPO 法人のあなたの居場所っていうね、まあ、なんかこういう虐待とか、自殺の相談とか受けてる、その NPO 法人の人らしいんだけれど、若い世代が苦点から怒りの感情を読み取るのは、苦点で会話が切られることで、コミュニケーションを続けたくないっていう意思表示に受け取るからかなと思っていますと。<laughs> なんつうか勝手な判断で受け取るないやっていう感じですね <laughs> なんか切られたって思っちゃうわけか向こうからはあ会話を終了しますってことで点を入れてると思ってるってことなのかああその何モーニング娘。みたいなことですか <laughs> <れ> <laughs> そうそうそう大終わりっていうはあはあははあ、そこのあれか相違があるのかななんかななんかなですねでまあこの人は一般 一方で私たちはチャット相談の中であえて句点を使うことがありますっていうことで相談とは基本的に聞く姿勢が大切で質問がメインではないが必要な時もあるっていうことで例えばね「あなたの居場所ではイエスかノーかを迫ることになるハテナは使わないことにしている」というかといって句点で止める問いかけをしてしまうと会話を切ることになるので避けたいとそんな場合は例えば「そうだったんですね」と打ち出してし そうすることによって、まあ、共感っていうこのあれだよね、えー、と3点リーダーとかあるけれど、うん、私はあなたに理解を示してますとかそういうっていうことであれなのかな感情表現なのかなこれだからそうかそうだったんですね、うん、1> 点1個だと突き放したように聞こえちゃうってことなんか。 <laughs> なるほどねそうだったんですねで終わらせちゃうと以上ですっていう感じになっちゃうだから点点点とか3点リーダーを含ませることによって私は今まだちょっとあなたのことを考えてますっていう意思表示ってことなのかな <laughs> なんか面倒くせえなちょっと面倒くさいな <laughs> いやでもテクニックとしてはまあ分かんなくはないねあ,あとはそのねハテナを使わないってのもなんかあれか相手にこうイエスかノーかを迫ってるっていう感じに しちゃうから良くないってことなのか。 あこれはねすげえセンシティブな人たちの相談を受けてるその NP 法人の人だからこういうふうにまあチャットのやり取りも最新の注意を払ってるってことだけれど、うん、あそうか若者がもしそういうふうに捉えてるんであれば確かにこういう文章の書き方になるっていうのは分からなくもないか分からなくもないけどって感じですね俺はまあ文化の違いってなってくるよね文章から全部例えばだ けどそのツイッターなんか140文字とかじゃないですか、そっから全部をこう見いだすことなんかできないわけで、ましてや LINE なんてね、その一文一文が短いんで、うんうん、でそこに点やら丸やるついてるから、そっから相手の心境をこう計り知るなんていうのがそもそも無理なんでだからこそあれなのか、その感情表現のための絵文字があんなにあるわけか。まあそううでしょうね ねきっとこの人丸ついてるから怒ってるっていうんじゃなくて、その前後をちゃんと読んで、今この人がどういう感じなのかなって、この文章だとこういうふうに受け取るけど、これで合ってるっていうのの確認すりゃいい話で。 なんか、ね、<laughs> 丸つけたから怒ってると思ってましたとかっていう、その勘違いじゃないですか。あれ、だからさ、ハテナに関してもさ、絵文字のハテナをわざわざ使う人いるじゃない赤いやつとか。んくせえな、そういうやつら。だ、それが俺もすげえ不思議だったんだけど、<laughs> うん、結局、その、普通のただの文章のハテナだと、 硬く見えちゃうから、絵文字のハテナにしてありしてんのか、その、人の顔したマークのやつには、ハテナみたいな顔させてるっていうか、あの <laughs>、上向いてるみたいなのは、なんか俺もわざわざそんなのを打つのめんどくさくねって思ってたけど、そういうことなんかななんか、そうじゃないと表現できないんであれば、もっと文章力をつけた方が俺はいいかなと思うんですけどね。文章力とあとは読み取る能力だよね。あそう。だ読み取る能力は明らかに下がってますからね。それ すごい言われてるよ、ね、その、うん、映画とかアニメとか見ても実は本当は理解してない人が何,何割かはいるんじゃないかっていうねそれはね往々に感じますなだ逆になすげえさそのほらめちゃくちゃ説明的なライトノベルとか逆にあったりするわけじゃないその「うん、この魔法はどうこうで」とか全部説明する<ー>主人公が先に出てきて全部説明するみたいな <laughs> あれはあれでなんかねだからその ある程度文章を読むのに慣れてる人からすると、なんでそんな説明くさいねんってなるんですか、ね、あるよね、アニメとかでもね。いきなりもう全部その人がその状況を説明するみたいなね。れねあれはだからその映像からそれを読み取れない人向けに喋っちゃうわけだもんね。うん、当然、これ文章もやっぱりそうだよな、そういうの出てくるわな、こっちがいくらそれで書いたとしても相手が読み取れない。だから結局 これはあ私自虐で書いてますよっての相手が読み取れないんだったらその自虐のちょっと絵文字とか入れたりとか、ね、っていうことだよね。あとね今話してて思い出したのが<ー>文章を読めない人って行間を勝手に追加するんですよあの「この間は何だろうあきっと怒ってるんだ」とか「<laughs> この間に何か文章が入るはずだ」っていう本来書いてない文字を読み始めちゃうんで。うんうんうん そういうのがあるから、その絵文字だとか、そういうわかりやすいイラストを使って説明してんじゃないですかね、感情とかを。俺は全然絵文字とか使わないけど、ひょっとしたらそういうふうに思われてたんかと思うと、ちょっと、ちょっとぞっとするっていうか、<laughs> ああ、なんか、そっちにすり寄った方がいいんかなって思ってきた。それもななんかなーって <laughs> 自分はだからさ、たくみんと同じで、うん、自分の感情をなるべく自分の文字で表現できるように文章を考えて書いてるつもりなんだけれど、うん、ひょっとしたら伝わってない可能性あるんだなって思ってね。まあね、なんならこのラジオの喋りですが伝わってない可能性ありますからねうん、絶対あると思う。<laughs> うん、あの、こいっちゃなんだけど、本当にあなた話聞いてたって言いたくなるようなコメントはある。<laughs> たまにストン強なコメントありますからね。これはまあしょうがないと思うん んだよね、あの、うん、映像読み取れない会話が読み取れないってのは絶対出てくると思うんで、うん、そのためにそうかそういう絵文字みたいなデコレーションが必要になってくるわけなのね。なんかね大変ね。結結局その読み取れない人に合わせた結果 になっちゃうわけですよね読み取れる人間からすると、絵文字ってなんかすげえ邪魔っていうか、分かってるよっていう感じになるんだよね。そのわざわざそれだけなくても。ちょっとくどく感じる、ね。くく感じるのよ、そうそう。うん。それがだから実は、 文章だけでは読み取れない人向けのに発達した文化なんだなって思うとなるほどなって思った今。うん。それだとさ逆に言うとさ、文章で感情を表現したり感情を読み取る能力は鍛えられないよね。それを使っちゃってるとね。絵文字使っちゃってると。そうなんですよね。なんかそこは多少ちょっと危険な感じというかなうん。文章を読み取る力があれば、 っていうのとあとやっぱみんなちょっとね、周りを気にしすすすぎな感じもするんですよね<ー>これで怒られてるんじゃないかとか、もうちょっと自由にやってええぞって思っちゃうし、そうね、いや、難しいとこですな、ね。難しいとこだね、なんかまあ、生まれたときから LINE があったりとか、ツイッターがあったりとか、うん、俺らみたいにそのネットがない頃から文章のやり取りしてる人間の間でやっぱり考え方が違うんだね、やっぱね。まあまあ、言うて30年もね。 年齢変わったら、そら文化も全然違いますわ。まあ、そういうことなんだな、結局な。うん。だからまあ、それで、まあ、できればね、うちらっていうか、その、年上が下に合わせた方がいいんでしょうけど、あの、年上の、今まで培ってきたルールみたいな、世の中で常識と言われるやつ、もう、多少は頑張って勉強しておくれ、若いのって思っちゃいますけどね。それを分かった上で、こう、 崩す分にはいいと思うんですけど、最初から崩れてるもんでやっちゃうと、<laughs> なんか収集つかなくなりそうで。相手に合わせればいいっていうことであれば、例えば俺と匠くくんの間では別にこれ、うん、点があろうがなかろうがその絵文字使わなくてもいいと思うけど、うんうん、例えば若い子とやりとりしてて絵文字使ってくれるんだったら、こっちもやっぱりその絵文字を使った方が読み取れる読み取れない問題って考えた時に、うんうん、そっちに合わせた方がいいんだろうなって今ちょっと思ったかな。 ねえ、かといってこれで若い子がめっちゃ絵文字の文章でわーって来るじゃないですか。<laughs> こっちがガーッと絵文字でその返すと、このおっさんめちゃくちゃ絵文字使ってきてちょっとキモいんだけどみたいな感じになりませんか、ね、おじさん公文になっちゃうわけだよね。そう,そうそうそう。だから使い方のあ,<ー>あれ加減がわかんないですよね。絵文字はね、使いすぎるとやっぱどうしてもくどいし、そのこびてる感じするからね。うん。 そのね、さっき言ってた、あの、笑いとか W をどこまで入れるかっていう問題は、その人のバランス加減によはよるとは思うけれど。うん,うん。俺個人的には、一つの文章で W は一個しか使わないっていう風になんとなく自分の中でマイルール決めてんだよね。はあはあ、なるほどね。じゃあ、そういう、その辺のバランスを考える感じになってくるのかなそうですね。 いいやー難しい話だわ感情が読み取れない人がいるっていうのはまあちょっとあれだね今までその分かんなかった理由というか何でそんなに絵文字文化がこんなに広がったんだろうっていうことの分かんなかった理由の一つとしてはすごく面白い考え方だよねうん、うん、そっかそっかいやちょっとこれからいっぱい絵文字使っていこうかなおじさんになっていこうかなおじさん構文使っていこうかな <laughs> <laughs> おじさん構文はマジで嫌われるから気をつけた方がいいですよそもそもあれなよそんなに絵文字使う人とやり取りしてないからさ今のところ <laughs> <laughs> 大丈夫なんだけどさ。たくみくんなんかほらね、あの VR とかそういうんで若い人とやりとりしたりするとそういう絵文字多用する人とやりとりする機会はあるんかもしれないけれど。会社っつうかまあ仕事になるとそう簡単にはいないですよね。そうだね。うん仕事でそうだね。仕事でバンバン絵文字使ってきたらちょっと,ちょっとおってなります <laughs> なんかさ、そう、それで思ったんだけどこう、うちのさチャンネルとかはさコメント書く人絵文字使う人かなり少ないのよ。はいはいはい。ただ人によって <laughs> ってはめちゃくちゃそのコメント欄が絵文字で溢れてる <laughs>、あのコメント欄かあったりすると <laughs>、うん、なんかやっぱ、それで世代わかるんじゃないですかある程度。実際に本当に若い人なのか、いわゆるおじさん公文的なスケベ心を出して書いてるだけな、まあ、結構ね、<laughs> スケベ心でいや、あるあるほら、若いさ、女の子の YouTuber とかのコメント欄が絵文字で溢れてたりするんだあ、それは絵文字だらけだ。<laughs> だ、これは、若い子が共感してやってんじゃなくて、うん、おじさんが一生懸命真似して書いてんだろうな、 ってのはあるんだよねちょっとキモいやつ <laughs> それは結構よく見るな ああじゃあもうとりあえずここまでね、ちゃんとラストまで聞いたよっていうのをこう伝えたい人はあの文末に絵文字を必ず入れてください。<laughs> 普段打たない人もね <laughs>、ええあ。この人最後まで聞いてくれたんだなって我々はそれで判断します。<laughs> あれ今日の中年の,うのコメント欄やたら絵文字で溢れてるなっていう。<laughs> あれなんかリスナー層変わったんかなみたいなね。ちょっと面白い実験かもしれないけれど。ね はい、ということでね、点に威圧感や怒りの感情を読み取る若者背景にタイパ重視世代の気遣いというお話でございました。くだらないもの工房の匠です。VR チャットっていう、今メタバースやらないやら言われてるやつですけど、えー、それの入り方がわからないっていう人のためにですね、えー、座学2時間の実習1時間たっぷり3時間の え入門コースを作りましたので、えー、興味ある方はちょっとこちらまでご連絡くださいよろしければチャンネル登録お願いします